皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回も僕たちネストリングスのメンバーでガチ 3on3 バトルをやっていきたいと思います。今回はつぶやきさん太郎とちょめまるで対戦していきます。よろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。しょう。今回つぶやきさん太郎が使う 3on3 デッキはこちらになります。前の動画でアッシュと戦った時と同じカスタマイズ、同じ順番になっております。なので詳しくはそちらの動画をご覧ください。ファーストベイはナイトシールド 560R、 セカンドベイはシャークエッジ 460F、 サードベイはヘルズサイズ 360B です。こちらの3機を使って 3on3 バトルに行きたいと思います。はい、ちょめまるが今回使うデッキはこちらになっております。以前の動画で使ったカスタマイズと同じになっております。詳しくはそちらの動画をご覧ください。まあ、このカスタマイズがね、一番ちょめまる的に今気に入っている 3on3 デッキになっているので、この 3on3 デッキで挑んでいきたいと思います。それではバトルをやっていきましょう。シュートポジションを決めるじゃんけんをしていきます。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあポジションはこのままで。オッケー。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ナイトシールド 560R、 ウィザードアロー 460T。 ファーストバトル、リーセット、3、2、1、ゴーシュ。いけ、惜しい。アタックで決めてもいい。削ってけ、削ってけ。いいよ、斜め。大丈夫。体勢を。まあ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 。フィニッシュ。ナイトシールドにワンポイント。やったぜ。まあまあ1ポイント。結構あれだね、なんかナイトシールドは最後姿勢を正したけど、ウィザードアローは倒れちゃったって感じでしたね。うん。ラッシュのね、姿勢保持力の良さが出たね、最後。お互いのセカンドベイ。せーの。じゃん。シャークエッジ 460F、 ナイトランス 360HT、 セカンドバトル、レディーセット、 3、2、1、 ゴーシュー。もうちょい序盤で当たりたかったな。オーバーフィニッシュ。ナイトランスに2ポイント。やったー。2の自滅。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。ヘルズサイズ 360B、 コバルトドレイク 580R、 サードバトル、レディーセット、 3、2、1、 ゴーシュ。危ねえ。さあ、殴られてずっとリブダッシュしちゃったヘルズサイズだが、いいよ、いいよ、よしよしよし。よし。ヘルズサイズにワンポイント。よかった。サードバトルで勝敗が決まらなかったので、デッキの順番を変えてフォースバトルをやっていきます。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。ナイトシールド、ナイトランス。フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いいよいいよ、スタミナ減らしてくれ。次、いいよ。お互いかなりスタミナ減らして、フィニッシュ。ナイトシールドにワンポイント。やったぜ。安定してる。また傾かせられて、ナイトシールドは姿勢を正してみたいな、そういうバトルになったね。スピンでも勝てるから、アタックにもいけるし、最後も勝てるから本当使いやすい。こっちはね、暴れすぎちゃったね。そうね、だいぶ暴れちゃったね。TK はね、難しいんだ。そう、T マジで難しい。ぶつかると外行っちゃうからね、どうしても暴れちゃうよ。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。ヘルズサイズ、ウィザードアロー、フィフスバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いいの入った。さあ、手堅く1点取る。どうだ。下手なオーバートパスとは嫌だ。
これだけは怖い、これだけは怖い。うわ惜しい、浮いた。え、アロー伏せよ、いいよ、いいですよ。なんでそんな回ってんだアロー。ナイスフィニッシュ、リザードアローにワンポイント。勝てるんですね。マジ、いやアタックがいい感じに詰まって、最後相手がこかして今度はリザードアローが1ポイント。いや、ウィザーアーロでも勝てるよ。いや、リオルだ。めちゃめちゃいいバトルしてるな。うわぁ、はあ、こいつ出したくねって思って3期目に持ってきたやつが出てしまう。お互いのシックスレイ、せーの、じゃん、シャークエッジ、コバルトドレイク、シックスレイ。なかなかないぞ、言うことには。ファイナルバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュッ。避けろ、よし、さあ、だいぶシャークエッジがきつそう。よしよし、あスタンダーだ。おっ、いや、でもいいぞ、立つ、頑張れ、最後立つのは頑張れ。よっしゃー、フィニッシュ、シャークエッジにワンポイントということで、この 3-on-3 バトルの勝者はつぶやきさん太郎。うおー、熱い、めっちゃ熱いバトルだった。マジで負けたと思った、最後勝ったと思ったんだけどな。いや、姿勢崩されてね、やっぱ F だからね、最後姿勢を整えて相手を叩きつけてスピンフィニッシュ。いや、まさかの展開だったね。いや、いいバトルだ。いいバトルだ、今日はいいバトルだ。ありがとう。というわけで 3-on-3 バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。いやー、熱いバトルだったね。え、何戦した？6戦やった。6戦ってなかなかないよ。ここまで行くことないよ。ね。いやー、今回はめちゃめちゃいいバトルだったんじゃないかな。ね。で、俺も自分のカスタマイズの中では、この1期目と、あとは4戦目でも使った、ナイトシールドの 560R が大活躍だったなって思ってます。前カスタマイズ紹介した時にも言ってたんですけど、アタックしに行ってオーバーエクストリーム狙いにも行けるし、その後決まらなくってもスピンでも優勢に立てるっていうのが、今回の試合でそのスピンでも優勢に立てるっていう部分がちゃんと現れていたんじゃないかなって思います。いや、でも本当そのナイトシールドね、前から使ってる、あんま動画で出てくるのは前回が初めてだったかもしれないんだけど、うん、結構つぶやきさん太郎使ってて、実際にね大会で使って成績も残したりして、そうそうそう、それこそ大会でこのナイトシールド使った時にエクストリームフィニッシュ決めて3ポイントで勝ったこともあるから、こいつ結構信頼してる。なんかね、すごい活躍するよね。なんか強いんだよね。でもそのちょっと不思議な改造が活躍したといえば、こっちのウィザーだろうね。うん、そうだね。最初のね、このナイトシールドとの戦いは負けちゃったけど、やっぱりあの環境に軍をなしているヘルズサイズ B に勝てたから。そう、5戦目の時ね。いや、これもね、俺ヘルズすごい優勢で戦えてて、スピンで1点取れるなって思ってたんだよ。中盤までは一気になんか逆転されて、こんなにウィザード粘るんだってちょっと驚かされたな。そうね、ヘルズサイズが姿勢を崩した後もウィザードアローは割と綺麗にまだ回り続けてて、うん、その結果ウィザードの方がスタジアムに着くのが遅くて、先にヘルズサイズがね吸っちゃって負けたみたいな状況になってたね、うん。まあ、それで思い出したけど、やっぱナイトシールドはね、結構相手を寝かせて勝つみたいなバトルもしてたね。うん、Rビットが平たいからか姿勢を起こして、相手は姿勢を崩したままで、まあ、ナイトシールドの下に入り込む形になって、ナイトシールドがスピンで勝つみたいな試合もあったね、うん。それこそ最後のシャークエッジも近いようなね。あ、そうだ ね、 したね、うん、相手がコバルトドレイクのラッシュで、こっちがシャークエッジの F。まあ、今回はコバルトも R だったとはいえ、やっぱ F とか R みたいな平たいミッドは姿勢保持能力やっぱ高いなと思ったね。うん、相手を下に寝かせるとか、最終的に自分が立ってれば勝つっていうカスタマイズにするなら F や R かなり強いような感じがしたなと思いました。ただね、今回チョメワルの反省点2点あって、うん、フォースバトル以降か、うん、デッキの順番変えるじゃん、うん、で最初のファーストベイ多分ナイトシールドで来るんだろうなと思ってたんだけど、うん、だったらコバルトドリックで行った方が良かったかなと思う。そうね、結構このナイトシールドとコバルトだとどっこいどっこいがコバルトの方が B 有利くらいのイメージあるからね、うん、その R だと。そう、あの対アタックに強いとは言ってもやっぱオーバーとかされることも全然あるから、ちょっと相手がコバルトだったらどうなってたかは分からないけどね。あとコバルト持久力もあるからね、うん、でただちょっとね、まだウィザードアローと、このカスタマイズのウィザードアローとナイトランスが、つぶさんのこのナイトシールド
あんまり戦ってる経験がないから、ちょっとどうなるかなっていう様子も含めて、ちょっとファーストデイをナイトランスにしてみたっていうね。まあ、確かにね、このテーパー、俺も結構テーパー愛用してるけど、ハイテーパーもテーパーもね、内訳が大事になってくるし、相手によってね、角度を変えたりしないといけなかったりするから、結構難しいビットではあるよね。ね、最後立ち上がんないとね、こけて負けちゃったりもするし、うん、とはいえ、ラッシュが弱いと、今度はあの暴れまくってみたいな風にもなっちゃうからね。そうそう、コントロールがね、なかなか難しいんだけど、使いこなせればやっぱ面白いかなって、うんうん、6戦目のシャーク対コバルトドレイクなんだけど、うん、まあ、こっち R だから、まあ、時空力的にもこっち有利だろうと思って、うん、ちょっとラッシュ気味に打ったのよ、うん、だけどその自分の中で選択肢としてそのラッシュ気味に打って持久戦で勝つか、それかもう全力シュートしてフラットで打ってもうアタックでぶっ飛ばして勝つかっていう二択で悩んでたんだけど、うん、まあやっぱその無難に勝てる方の持久戦で勝とうと思ってラッシュで打ったんだけど、勝ったなと思ったけど負けちゃったね。あれも俺結構厳しいな、やられたかもなって思ったら最後の最後踏ん張ってくれて助かったね。シャークエッジ最後は活躍してくれてよかったんだけど、2戦目の時ねちょっと自滅でオーバーいったの痛かったな。やっぱフラットシュートで打つと暴れやすいっていうのは分かってるから、そうならないためにラッシュ気味で打ったんだよ。でちゃんと狙い通り序盤は真ん中で落ち着いてくれてたんだけど、その後ね落ち着いた後に起き上がってきて、で中盤からエクストリームしたす動きなんだけど、うん、でその中盤になってる時には若干スタミナも落ちてるから自分から出てくことはないだろうというラッシュシュートだったんだけど、それで出てっちゃったのがすごい痛かった。思ったより立ち上がるのが早かったなっていうところが、やっぱシュートもむずい ね、うん、ね、ラッシュの深さとかシュートパワーでまたその動き変わってくるからね、起き上がるタイミングとかが、うん、まあでも今回本当に2人ともいいバトルだったなと思うし、それにあのいわゆる環境ベイみたいなヘルズ B は今したけど、ヘルズ B とか、まあ、シャークエイジの R だのローフラットとかそういうベイ以外のね、ナイトシールド 560R とかリザード R を 460T だっけ、うん、なんかあまあ普段バトルしててまず見ないんじゃないかなみたいなカスタマイズが結構活躍してるのを見ると結構面白いなと思ったね、うん、なかなかないと思うな、まあ、ナイトランスのカスタマイズもそうだしね、うん、でウィザードアローを見てるとね、次発売のワイバンゲール、はい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 、ランボのね、あいつがねちょっともしかしたらウィザードアローと交代するかどうかなってちょっと、ね、この枠に収まるかもしれないとね、ちょっと楽しみなんだよね。そうね、なんかちょっとあのフェニックスウィングの方にだいぶ話題が持ってかれてて、ランダムブースターのねワイバンゲール君があんまりこう盛り上がってないし、コロコロコミック買った人はねちょっとあのどこにワイバンゲールが隠れてるのか探してほしいんだけどそれぐらいあんまり特集もされてなくて、ちょっとあの日陰になっちゃってはいるけど、ワイバンゲールも出るからね、そうそう楽しみですね。ギアボールも出ますしね、うんうん、まあ、フェニックスウィングがね今もう各所で猛威を振るってるみたいなんで、まあ、そのフェニックスウィングがねやっぱこうだいぶ盛り上がってはいるけど、ワイバンゲールのことも忘れずにね、ちょっともしかしたらそういう使い方をするのも強いかもなと思ったね、うん、次の発売日がめちゃめちゃ楽しみだね、うん、ただ平日なんだよなそうね、仕事なんだよなというわけでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。